直令は旧から新代にかけて、高河下流の北部地域を指した行政区画。新代の直令は、現在の河北省の地域に、ほぼ該当するのに、周辺が、河北省に編入されている。直令という字面の通り、中華皇帝のお膝元の地域を言う。もともとは明初期に首都とされた、王天府周辺を直令と呼んでいた。しかし、永楽組門が、北平府を根拠として、 散脱を行い、首都を北京に移したことで、北京周辺は北直令と呼ばれ、南京周辺は南直令と呼ばれるようになった。その次の清は、北京に遠くともに北直令のみを存続させて、直令総督を任命した。直令総督は首都を総括する地方長官ということもあり、地方官で最も地位の高いものとされたに設置された東さん、小総督は、 直令総督と同地位とみなされた一方、南直令は廃止されて、チャンス、暗記の両省に分割された。民国17年に中華民国が北京から南京に首都を変更した時に、河北省と変更され、地域の多少の移動を含みつつ、現代に至っている。ありがとうございます。